はい、皆さん、こんにちは。今日も日本語の勉強をしていきましょう。今日は、たぶん、鹿の映像を見ながら、勉強をしていきましょう。えー、それでは、始めます。まず、今日使う単語です。営業、営業。枝、枝。笑顔、笑顔。運動、 運動。絵はがき、絵はがき。駅員、駅員。エアコン、エアコン。駅前、駅前。英会話、英会話エ。エサ、はい、それでは今日も いつものように例文を聞いていきましょう。では始めます。あのセールスマンのことをどう思う彼は真面目に営業活動をしているいい人だと思います。あのセールスマンのことどう思う彼は真面目に 営業活動をしているいい人だと思います。この盆栽はどこに運べばいいですかああ、それはあちらの庭に置いてください。運ぶときは枝を折らないように注意してくださいね。この盆栽は どこに運べばいいですかああ、それはあちらの庭に置いてください。運ぶときは枝を折らないように注意してくださいね。 私のクラスの生徒全員がレッスンを楽しんでくれたら嬉しいです。私も彼らの笑顔が見たいです。私のクラスの生徒全員がレッスンを楽しんでくれたら嬉しいです。 私も彼らの笑顔が見たいです。子供の頃はどんな運動をしていましたか子供の頃は全く運動せず毎日読書をしていました。子供の頃はどんな運動を いましたか子供の頃は全く運動せず、毎日読書をしていました。この絵はがきを東京まで送るといくらになりますか ?80 円になります。 一度に100枚以上送ると少し安くなりますよ。この絵はがきを東京まで送るといくらになりますか ?80 円になります。一度に100枚以上送ると 少し安くなりますよ。この落とし物を見つけたんですが、どこに届ければいいですかあそこの駅員さんに渡せばいいんじゃないかな。この落とし物を見つけたんですが、 どこに届ければいいですかあそこの駅員さんに渡せばいいんじゃないかな。今年の夏が終わったらエアコンの掃除をしてください。困ります。 私はエアコンの掃除の仕方を知りません。今年の夏が終わったら、エアコンの掃除をしてください。困ります。私はエアコンの掃除の仕方を 知りません。すみません。駅前にある靴屋さんはここだけですか靴屋でしたら、南口の前にも一つありますよ。すみません。駅前にある靴屋さんはここだけですか 靴屋でしたら、南口の前にも一つありますよ。彼は英語を話すことができるんだよ。へえ、私も英会話の勉強をやってみたいです。彼は英語を話すことが できるんだよ。へえ、私も英会話の勉強をやってみたいです。この公園ではうさぎに餌をあげられるそうだよ。それはいいね。うちの子供たちは気に入ると思うよ。この 公園では、うさぎに餌をあげられるそうだよ。それはいいね。うちの子供たちは気に入ると思うよ。最後まで見てくれてありがとうございます。 これからも一緒に勉強してくれる人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。